ピムスとはカクテルの材料とされることを前提に開発された混成種のシリーズである。このピムスにはナンバーワンからナンバーロクまでが存在し、それぞれ成分が異なっている。しかし、いずれも炭酸飲料で割って飲むのが基本とされており、瓶のラベルにもその旨が書かれている。すべてのピムスはカクテルの材料とされることを前提に開発された混成種であるため、 瓶詰めカクテルの元祖などとも説明される例も見られる。ただし、どのピムスもカクテルの完成品というわけではない。中には氷を入れただけ、つまり、オンザロックで飲むものもいるようだが、あくまでピムスは炭酸飲料などで割って、飲むのが基本であって、それ用に濃い味付けがなされているため、ストレートやオンザロックでの飲用には向かない。なお、ピムスを割るために用いるミキサーとしては、 レモネード、ジンジャー、エール、炭酸水、その他の無色透明な炭酸飲料といった飲料が用いられる。これらのミキサーを使ってロングドリンクを作って飲用するというのがピムスの一般的な飲み方である。なお、蒸気のようなミキサーに加えてさらにレモンを輪切りにしたものなどをグラスに入れて飲む場合もある。ピムスには次の6種類が存在する。なお飲み方はどれも 記述の通りミキサーで割って飲むのが一般的である。発明者のジェームス・ピムロンドン中心部のプルトリーでオイスターバーを経営していたジェームス・ピムがバーの客に出していたジンスリングをジェームス・ピムの後継者が家庭でも再現できるようにと1870年代に発売した混成種が現在のピムスの原型となっている。ジェームス・ピムはバーにやってくる客のために ジンをベースとしたカクテルを何種類も作ってゆき、それらの中で特に客から好評を博したのがジンスリングであった。彼のバーには彼の作るジンスリング目当てで来店する客が多数いたと言われている。そこでジェームス・ピムの後継者がいわゆるジンスリングの元を瓶詰めにして1870年代に販売を始めた。これが今日のピムスナンバーワンの原型である。 この商品を当時のイギリスの陸軍と海軍の将校らが宣伝し、広めていった。そして、その後、ナンバー2からナンバー6まで発売されていったが、1995年現在においても、ピムスナンバー1が、ピムスシリーズでは一番の人気となっている。元々のピムスナンバー1は、記述の通り、基本的に炭酸飲料で割ることで、ジンスリングを楽しめるようにと製造された。 混成ュである。1997年現在のピムスナンバーワンは、ロンドンで生産されたジンをベースとして作られている。これに、ヨーロッパで作られた、数種のリキュール、ハーブ、スパイス、柑橘類のエキスなどを配合して製造されている。アルコール度数は25度。エキス分は8.6%。ここでユうミキサーとは、酒を希釈するための飲料、つまり、 酒を割るための飲料の総称である。例えば、水、炭酸飲料、ジュースなどを指す。ジェームス・ピムによるオリジナルのジンスリングのレシピがどうであったかについては、はっきりしないので、この歴史の不死では、これ以上の言及を避ける。ジンスリングとは、ジンをベースとして、スリングスタイルに仕上げたカクテルのこと。なお、スリングスタイルのすべてのカクテルは、ロングドリンクに分類される。 また、スリングスタイルには冷たく作る場合と温かく作る場合があるものの、ここで言うジンスリングは炭酸飲料を使うタイプなので、当然ながら冷たく作る場合にあたる。無論、グラスには氷を入れる。ABCDFGH e 吉田薫二郎、カラーブックス427用種入門に p 1 1 8保育者1978年史。 かついつかかこ ABCDE 大関、あきら、続用紙を読む本 P97 ビジネス教育出版1995年5月30日。発行は SBN4 から 828395059ABCD 福西映像。リキュールブック P205 柴田書店1997年7月1日。 発行 ISBN4 から 388058033AB 福西映像、リキュールブック P205P206 柴田書店1997年7月1日、発行 ISBN4 から 388058033ABCD 福西映像、リキュールブック P206 柴田書店1997年7月1日、 発行 ISBN4-388058033 ありがとうございます。